3人ともよく来てくれた。何よ、急に呼び出して。いやさ、最近落書き大会とか、お絵描き系多いじゃん。まあそうだな。で、それがどうしたのよ。やっぱ視聴者様のうまい絵を見てると、改めて主って絵心ないなって。それは否定しない、私も人のこと言えないけど。絵って難しいわよね。それで、主なりに考えてみたの。絵が下手な理由、それはズバリ。ズバリ？圧倒的に絵を描いた数が少ない。あら、主ちゃんにしてはかなりまとも。確かに、サッカーでも野球でも、最初はとにかくボールに触ることだったり、素振りとかが大事っていうものね。まあ絵が上手い人は絵が好きで、しょっちゅう描いてるってイメージはあるな。でしょでしょ。ってことで主、たくさん絵を描くために紙芝居作ったの。だから見てくれないかな。なるほど、オッケー。協力するわ。しょうがないな。おお、やっぱ持つべきものは仲間だぜ。じゃあ主作成、桃太郎の紙芝居、お楽しみください。昔昔、あるところに、おじいさんとおばあさんがおったそうな。しょっぱなから絵心のなさ全開。おばあさん派手すぎんだろ。そしてじいさん、ファッションセンスゼロか。おじいさんは山へ芝刈りへ、おばあさんは川へ洗濯へ。はいじじい、山ごとぶった切る気か。おばあさん、全身びしょびしょ。おばあさんが川で洗濯をしていると、どんこにしー、どんこにしー、と大きな桃が流れてきました。大ずらこだろ。驚いた表情、絵心ないとこうなるのか。おばあさんはその大きな桃を、家に持って帰ったとさ。家に対する机のデカさ。何ちょっと立体に描こうとしてんだ。おじいさんとおばあさんは、その大きな桃を割ってみることにしました。やまんばか。おばあさんがおじいさんを襲う場面にしか見えません。桃を割ってみるとなんてことでしょう。中から元気な男の子が、スーパー桃太郎。出た、下手なやつって文字を書いちゃう。おじいさんもおばあさんもこれにはびっくり。二人はその赤ん坊を桃太郎と名付け、大切に育てました。おい時代設定、何キャッチボールしてんだ。確かに父と子のコミュニケーションで真っ先に思い浮かぶけども。今度はおばあさんと一緒に料理をしているようです。相変わらず派手なばあさん。あ、でもちょっとテーブルが成長した。確かに。二人の惜しみない愛情を受け、桃太郎はすくすく成長していきました。大きくなった桃太郎はある日、おじいさんとおばあさんにこう言いました。クリリンのことかぁ。おい霊夢、急に入ってくんな。しかもそれ言われてじいさんばあさん、絶対ポカーンだろ。桃太郎はこう言いました。さらっと続けたぁ。おじいさんおばあさん、僕は悪い鬼たちを退治しようと思います。一気に戦闘力ダウン。おじいさんとおばあさんは心配でしたが、桃太郎の意志は固かったのです。せめて、旅の役に立てばと、おじいさんとおばあさんはきび団子を作ってくれました。どっから見ても泥団子。なんかおじいさんくねってるし。こうして桃太郎、旅の準備はできた。まあ、今日の中では一番マシ。次回、桃太郎の大冒険が始まるよ。主さん曰く、絵を描くのに思いのほか時間がかかるため。前編と後編に分けたようです。ってことで続きはまた明日のよう。あんま見る意味はないです。それではまた明日。